今回私も一つ作品を作らせていただきました。ルービックキューブはこういった面の集合体で、平面の集合体なんですけど、それを動かすことで、どんどん立体を動かすことで色を合わせていく。で、私が作った作品は平面に見えるんですけれども、目の錯覚で立体に見えるようになっています。ルービックキューブのこのワンピースだけ、作品にしました。で、そのワンピースも私の好きなルービックキューブの中の色を3色に選んで作ってみました。